ボギー。俺も男だわ1972年制作のアメリカ合衆国のロマンティックコメディ映画。ウディ・アレンが1969年に制作したブロードウェイの舞台劇の映画化作品。アレン自身が脚本を手掛け、アレン、ダイアン・キートンなどの舞台版出演者が出演している。ハンフリー・ボガート主演の映画、カサブランカのパロディとなっている。現代の プレイイットアゲインサムはカサブランカの中でボガートの恋人イルザが黒人のピアノ弾きサムに思い出の曲を頼む時のセリフプレイイットサムプレイアズタイムゴーズバイアレを弾いてサム字の過ぎゆくままにオが元ネタになっている映画評論家のアランはハンフリー・ボガートに取り憑かれ毎日のように彼の代表作カサブランカを 映画館で心ゆくまで楽しんでいたが、そのおかげで、妻ナンシーは愛想をつかして彼の元を去っていった。友人ディックとその妻リンダはそんな彼を不憫に思い、女友達を紹介してくれるが、彼はおどおどして不器用な性格のため、全く進展しない。やがて、リンダはアランを優しく慰めるうちに、次第に感情の高まりを覚えるようになる。しかも、アランの前に、 ボガートの幻が出没するようになり、彼を先導。アランは、だんだんと罪の意識に襲われてくる。舞台版の出演者たち。手前中央のメガネをかけた人物が、ウディアレン。舞台版、アレンとダイアン・キートン。かっこ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。